Can I talk? Translator, translator. You come early every day. Why? 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 Stretch, stretch. Very, very old. How old? 25. Me, senpai, senpai. I had a feeling, like change the member or something. Well, I'm just, you know, I'm really happy to be part of this second training camp again. You guys are ready to learn new stuff and just honored to be around these very talented players. You know? No translation. I need to learn Nihongo. Ah, mada Nihongo wo benkyou to desu. Oh. Nihongo, chotto. I think it's always exciting when you get called up to be on the national team, so I'm just excited and ready to put in work. Condition wa ikada? Abre condition. Daijoubu desu. Daijoubu. Choushi wa dou desu ka? Choushi wa. Ii desu. Arigatou gozaimasu. Hai. Gosan, you're crying. Yeah, we crying on the video. Hold on. It's morning time. I gotta put my eye drops in. You're about to be on the cover. 調子はどうですか？まあ調子はいい感じです。いい感じです。すごい日本語上手ですね。上手ない。すみません。ちょっと悪いですね。代表に選ばれてどうですか？To make the national team. National team. I feel great, you know. First time with the A team, so I'm excited. Very excited. Tsuga の話していい？いや、Tsuga は取れたかねえぞ。Tsuga。あの、名前は佐藤拓真って言うんで、その滋賀の時に、なんか、まあ、外国人とのコミュニケーションで。結構恥ずかしい。シュガーティーって自分でニックネームつけてて、そのシュガーも佐藤の佐藤違いでシュガーみたいな。まあまあそれはいいじゃないですか。シュガーティー、俺はシュガーティーだって自分で言ってて。俺はシュガーティー。え、外国人選手や。あ、なるほど。自己紹介ってことだね。まあまあニックネームというか、そんな感じで話してて、したら。あのウェイトの時に使ってた軍手に自分でシュガーティーって書いてたんですよ。まあ自分のものって分かるよね。でも左手右手って置いた時にこいつ左手に T 書いちゃったから、つなげたらツガーになっちゃうんですよ。T とシュガーでやばいよね。いや普通左にシュガーで右手に T じゃんって逆に書いちゃったよとか言って、だから俺はツガーって呼びます。恥ずかしいだけ。ちょっと説明に時間がかかるけど。なので僕は今日からツガーです。はい、おはようございます。おはようございます。あ、まあ試合まであのフォール練習が7回がしかないんですよ。 7 full practices. もったいない時間はもうしないで。So we can't waste time. Okay. Let's concentrate from start to finish. It's yourself, Nippon!練習はなんかいつも通りっていう感じです。で結構すごい声、あでもいつもよりなんか出てたよね。いいピリつきか。そうです。今回やっぱ何をされる素晴らしい合宿ですね。初日から確かにすごい声量が、もう疲労感が
気張り詰めてるからもう確かに練習始めてみてチームの状況とかコンディション。そうね、もうこの間と一緒、なんかエネルギーすごいいいです。でみんながちゃんと聞いてるとかで、今日のなんかプラスなことを、第一合宿のメンバーがここ、まあ、2回目じゃないですか。でもう早くにみんな覚えてた。だからもう結構、まあ、ステップアップできそうかなと思います。最初から戻ります、でもう一回教えてじゃなくて、なんか少しずつであのステップアップできるかなと思います。はい、あの楽しみです。はい、どうやって実戦に向けてのメンバーを選んでいきましょう。まあまあ練習見て、できるかできない選手をもうよく見て、でもうこれもプラスマイナスじゃないですか。例えばシュート入るの選手いるけどディフェンスはできないとか、ディフェンスできる選手はシューティングそんなに良くないとか、そこはもうプラスマイナスよく見て、で12人のメンバーの中に足りないことを、あこの選手の方がいいとか、ここまあそこもまあ難しいけど、私はそこ好き、面白い。先ほどトムさんとシュート練習されてるとき撮影までしてプレッシャーかけてしまった、はい、横からめちゃめちゃプレッシャーかけられた。すごく嫌なシチュエーションでシューティングさせていただきました。お二人でどんな会話されながら練習されてたんですか。会話ですか、はい、なんかシュート練習終わった後になんかちょっと話し込んでいらっしゃったのがどんなお話されてるのかな。お使用しますね。はい、真面目な話をちょっとしただけしてました。練習中の話と、はい、結構こうメンタル的にもヘッドコーチから期待されていたり頼りにされている部分も大きいと思うんですけど、そうなんですか。ご自身ではそうだと思います。感じないですか。あんまりわかんないです。本当ですか。ありがとうございます。光栄なことですよ。で日本の代表になれる、日の丸を背負って戦えるっていうことは僕にとってはすごく、まあ、光栄なことでいて、痛いですね、すいません。ゆっくりごめんなさい。今ちょっと急に痛いポイントになってる。ちょっと下の方じゃやったくんで、すみません、いい話してる。すごいいい話。申し訳ない、ごめんなさい。いや、自分のこう夢目標だったので、やっぱり日の丸背負ってやっぱり世界のと戦うっていうのはずっと目標だったし夢だったし、まあやっぱりそうやってこうチャンスをもらえるっていうのはすごく僕は嬉しいことなので、やっぱり全力で自分のパフォーマンスを出せるように最大限準備してやっていきたいなっていう思いはずっとありますけど、はい、はい、そんな感じですけど。ありがとうございます。俺なんかこんな真面目な話すると思ってなかったんでちょっと嫌だな。なんでですか。いやすごくいいお話聞けて。いや結構あれですよ、聞いてる人からしたら案外当たり障りないことしか言ってないですよね俺。いやそんなことないですよ。そこまで思いを持って代表に挑まれてる選手が本音は 50% も言ってないです。もうみんなには言えないような本音もあるんで。本当ですか。
まあ、そんな感じです。ありがとうございます。最後可愛い子はそんな感じです。